少女漫画だったもんなんだけどだっていい。そう今すぐ君に会いたい。君に会って確かめてみたい。世界のことはありありの定義し幸せのカテゴリー。まだまだ君を知りたい。こんなセリフが誰もないけどどんなにかっこつけてたって始まりした君じゃなきゃダメみたい。ご近所付き合いだとかも何振り構ってらんない。そう確かに君しかいない。君だけにはありのままいたい。笑いこげたり打ち垂れたり泣きみそ強かったり。この世でただ一人みたい。自分でも笑っちゃうんですけど他入していますか。皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。今日定例ライブっていうアンプラグドで一番大きいステージに立たせていただくにあたって、まあ、自分の一つの目標として自分が一番楽しめるライブをしようというのがありまして、まあ、もちろんライブでお客こんなにたくさんのお客さんに来ていただいているのでお客さんに楽しんでいただけるのが一番ではあるんですけど、まあ、そのためにはお客さんに楽しんでいただくためには自分自身がこのライブとか自分が持ってきた曲とかを精一杯楽しんで前向いて笑ってステージに立つことが一番大事だと思うので、まあ、そういう意味も込めて1曲目はちょっと今までの演者さんとは雰囲気の変わったポップな元気な曲を選ばせていただきました。皆さんが楽しんでいただけたら幸いです。
今日自分は3曲自分の大好きな曲を持ってきたんですけど、3曲とも自分が前向いて笑って楽しくライブができる、そんな曲を持ってきましたので、あと2曲皆さん楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。入ろうと思います。2曲目はオレンジスターさんで夏の夜空紹介班です。よろしくお願いします。Thank you.
ました。すみません、失礼いたしました。ありがとうございました。次で早いもので自分も最後の曲になるんですけど、最後の曲入る前に、少しだけお話をさせていただきたいです。自分がこのアンプラグドというサークルに入ってもう3年目になっちゃったんですけど、特にこの1年、2023年はその3年間の中でも一番何倍も何倍もアンプラグドに深く濃く関わらせていただく、そんな1年になりました。そうですね、3年生の幹部の一員の講習長として、あと今日みたいなライブを支える機材班として、そして本日の定例ライブを企画する定例実行員として、あとは後輩ももう2学年もできちゃって、その後輩たちの一人の先輩として、で上から見守ってくださる先輩たちの後輩として、本当にたくさんの人に関わって、たくさんの人に支えられて助けられて1年間、まあ大きく言うともう3年間ですね。この場を借りてちょっと身内向きになってしまうんですけど、お礼を言わせてください。ありがとうございます。このアンプラグドっていうサークルの一つのいいところだと自分が思ってるところがあって、それぞれの色が強いんですよ。個性が豊かな、本当にいろんな人がいるサークルだなと思ってて、まあその人の性格とかももちろんそうですけど、まあ、音楽サークルなんでもちろん音楽性とかギターの弾き方とかその人の歌声とか、そういういろんな色が、いろんなその人たちのいいところがそれぞれ発揮されて、それが混ざり合ってる、そんなサークルだなと思ってます。今日もたくさんの演者が出演しましたが、どの人たちもそれぞれの色があってすごいなと、この人はこういうところがうまいなと、こういうところが得意なんだろうなとか、いつも自分はそれを眺める立場で、割と自分の色ってなんだろうって思っちゃう側なんですよ。やっぱこんだけいろんないいところがある人たちが周りにいて、自分ができることってなんだろうって、まあそのサークルにいろんな仕事とかいろんなライブとかで関わらせていただく中でも、自分がどれくらいできてるのかなとかも分かんないし、自分がやってるギターもたくさんライブ出させていただきましたけど、どういうものが自分の得意で自分が好きなのか、あんまりはっきりしない時期が長くて、でここ最近やっともう 3年目になってですけど、やっとなんか自分がしたい音楽というか、自分がやりたいギターをだんだん見つけられるようになってきて、今日持ってきた3曲はどれもそういう曲なんですけど、特に最後の1曲は一番自分らしいと思ってるギターを歌を届けようと思います、はい、こんな素敵な仲間に囲まれて、そしてこんだけたくさんお客様に来ていただいて、その中で自分の色を最後見せれたらなと思います。それでは最後の曲に入りたいと思います。最後アドナインさんで風待ちハローワールドです。よろしくお願いします。最後までよろしくお願いします。Thank you.
Thank you.